殴っていく。なんかあの、なんかこれが面白いね。原口選手がスタートにしてくれました。去年やったのが、なお、本日の女子プレゼンツタイガースホームラン競争始球式なんです。創業70周年を迎えました。上信電機株式会社代表取締役社長中島和彦様にお願いいたします。お願いします。ボーコ。おお。いやいや。ありがとうございました。皆さん大きな拍手をお願いします。いや。意外振りが出ました。そうですね。さあここからですが、今年は選手の胸にも実はマイクがついてまして、原口さん。はい。聞こえますか。ありがとうございます。どうでしょう、自身のものは。フルメンチ。めっちゃプレッシャーです。いやね、埼玉の星ですからね。そうですよね。原口さんは今ちょうどでこの魅力ですから。俺上高いで倒すか。あとね、ピッチャーがどんなボールを投げるのかというのも一つポイントになってくるかと思いますが。見逃しはカウントされないですよね。そうなんですよね。はい、見逃しはカウントはされません。それだけで6スイングで何ポイント取れるかというポイント制です。やばい。結構三振。どうぞ。もうちょっとネットずらせるか。この日です。原口さん、微調整します。すげえ。選んでいってますね。上司のマークを超えれば1ポイント、そしてスタンドインなら3ポイント、バックスクリーンに当てれば5ポイントと、大逆転の可能性もあります。あ、そうそう。で、今日はですね、このキャッチャーカメラ、坂本選手の頭の上についているカメラの映像を合わせてご覧いただきますので、坂本硬いやからな。さあ、何ですか、坂本選手。はい、ピッチャーの準備が整いました。さあ、それでは参りましょう。上司プレゼンタイガースホームラン競争、最初のトップは原口選手、お願いします。もう一球目見送ってきました。頭が来ました、原口さん。
来年ちょっと残念ながらポイントは取れませんでしたけど、どうでしたか。いやー、全然ダメでしたね。でもやっぱりホームランを打てと言われて打つのは難しいですかね。難しいですね。受けろって言われてボケさせられると思うんですからね。でもさすがにヒット性のあたりばっかりでしたけども、ちょっとねホームラン狙ってたんですけどね、はい、ダメでしたね。いやー、でも素晴らしいスイングでした。来年に期待してます。ありがとうございました。覚えた。はい、ありがとうございました。野球場は結構厳しい戦いですね。やっぱりね、この気温とかもでもね、やっぱりシーズンじゃないですか。そうですよね、やるんでしょうね。坂口さあ、それでは2人目のチャレンジャーをご紹介しましょう。次のバッターはこの選手です。バッターは江越。バッターは江越。お願いします。はい、ありがとうございました。